はい、母校の職員になろうと思ったのは在学中にまあいろいろ部活動であったり学友会であったりいろいろといろんな人と関わるきっかけがあってその中でこうやっぱりもちろん在学生後輩であったり先輩だったりいろんな人とも関わりましたしあと一番大きなところだと有志祭。 で、展示をしている時に ob の方とかがいらっしゃるとすごく僕愛に溢れてるんですよね。そうした時に周りを見てみると、なんかちょっとこう。第一志望じゃなかったけど、どっに来ました。みたいな方が多くて、それって何でだろうなっていうふうに思うんですよね。卒業してみるとすごい。皆さんこうあ卒業して本当にこの大学卒業して良かったって。おっしゃる方が多いのに入ってくる時は。 実はそうでもないみたいいなことがあって、まあ、いわゆる不本意入学っていうんですけれどもそういう不本意入学を、まあ、少しでも減らしたいなという思いが一つありましたねはい、えー、教務課の法学部係で、まあ、主だったところで言えば法学部の学生の皆さんの、まあ、成績であったり、あのー、いろいろな ゼミの登録とか、まあ、その登録までに至るまでのこうなんていうんですかね演習の手引きの作成とかもしてるんですけれども全額総合講座の中でもあ全額総合講座ですね全額総合講座の全体的な取りまとめとしてあの謝礼のお支払いであったりそうした手続きも行っています。